ベリオールカレッジベリオールカレッジは1263年に設立されたオックスフォード大学を構成するカレッジの一つ。このカレッジの卒業生には3人の首相経験者と描写したことがある人、ハロルド・マクミラン、エドワード・ヒース、5人のノーベル賞受賞者、大勢の文学者や写真家がいる。政治経済学者、アダム・スミスがおそらく最もよく知られた。 卒業生である。最も人気があるカレッジで2005年度は入寮希望者が全39カレッジの中で最多だった。伝統的に学部生の政治活動が盛んである。また皇后雅子が外務省職員時代に留学している。ベリオールカレッジは1263年頃にビショップ・オブ・ダーラムの指導の元女に会イでベイリールによって設立された。 1268年の彼の死後、彼の未亡人であったダーバーグ・ラ・オブ・ギャロウェイ、彼らの息子と孫は共にスコットランド王となったが、彼女が資本提供して、1282年にカレッジの定款に定式化したように、カレッジの業績を確保するように段取りをした。その記録は今日も残っている。1881年の定款によると、 1887年に入院ホールがベリオールカレッジに統合された。ベリオールは入院ホールの運営と他の記録とともに18世紀の法律書を蔵書する入院ホールの図書館も買収した。多くのより古いカレッジと同様にベリオールは数世紀にわたって独自の伝統と慣習を発展させてきた。その多くはカレンダーに特定の日を占めている。 このカレッジの守護聖人はアレクサンドリアのカタリナである。彼女の祭日には正式なディナーがベリーオールのすべての最終学年の学生のために開催される。この祭りは1550年までに確立した。別の重要な祭りにスネルディナーがある。このディナーはジョン・スネルを忍んで開催される。彼の寄付金はグラスゴー大学から ベリオールで学ぶために来た学生のための奨学金を確立した。最初の小学生は1699年に入学を許可され、その一人がアダム・スミスであった。この祭りにはベリオール・カレッジのフェロー、現在のスネル小学生、グラスゴー大学とケンブリッジのストリート・ジョン・カレッジからの代表が出席する。ベリオール・カレッジと以前の学長アンドリュー・グラハムは、 2000年から2001年にかけてオックスフォードインターネットインスティチュートの設立において主要な役割を果たした。これはインターネットが社会に与える影響に特化した大学における世界初の学術横断的な研究とポリシーのセンターであった。これはオックスフォード大学の部門であるがベリオールカレッジにあり、全学長は ベリオールカレッジのプロフェッショナルフェローであった。ありがとうございます。